だからエース。なん、おい、どうしたヤマト。僕は笑わないよ。それは海賊王が言った言葉だ。おでんが度肝を抜かれた言葉。光月おでんの日誌の中にそれと同じことを言った偉大な男がいるんだ。笑うわけがない。すごいよ君の弟。へえ、偉大な男か。悪くねえな。そいつとルフィといつか一緒に飲みてえもんだ。話があっただろうね。もう死んじゃったんだけど。死人かよ。まあそれじゃどうしようもねえな。おい、今度はなんだよ。あのさ、代わりに僕はどうかな。君と君の弟と僕の3人でさ、いつか僕が海に出たら。そりゃ楽しそうだ。本当？だがよヤマト、海は広いぞ。お前がさっさと出てこねえとまた会えるか保証はできねえ。ならさエース、僕にくれないか。君の爪が噛み